2019年の2月の5日0時51分です。よろしくお願いします。2月5日火曜日0時51分です。今目が覚めました。変な時間に起きちゃいました。オルフレンさん風船を5個プレゼントしました。ありがとう。
風船ありがとう。
入場長いからね。映画はちょっとピンチかな。絶賛苦戦中だね。全然足りない。生活に困るぐらい今追い詰められてる。全然足りないね。食うのに困ってる感じだからね。
食ってくの必死だよ。1日2000円3000円ぐらいかな俺の稼ぎは。なんか支援者がいるんだ。すげえ支援者がいるんだと思うよ。まあ日当1万は稼がないときついよ。フワッチの未来なんか俺が語ってどうすんの。あ、YouTube は生き残るだろうね。最終的YouTube は生き残ると思うね。
9月と未来わかんない、あんまり関心がない。昨日枕買っちゃった、これ新しいそば柄枕どう？これいくらに見える？これこの枕、寝やすかった、買ってよかった、これそば柄、そば柄枕、これね刑務所で作ってるやつ、1000円だった。これ結構裸率高いよ、裸族だよ、裸族。なんでって言われても、俺が？なんで？なんで就職する話になってんの？なんで？え、なんで俺が就職すんの？クリエイター系の仕事に。何の話？これ1000円だった。これ1000円。刑務所で作ってるやつ。すげえ作り。家具とか、エプロンとか、サムエとかいっぱい売ってて。600円でポーチも買った。家具とかも10万とかで超いいやつあって、俺ちょっと8万の家具買おうと思っちゃったもんね。すげえ良かったよ。函館プリズン、これも買った。函館刑務所で作ってるやつ、よくない？ポーチ。ポタップさん、そば柄欲しいんだよね。でもほとんど売ってないし。いや、めちゃめちゃ作りいいよこれ。高さ変えられる、この紐でギュって縛ると高さ変えられるっていうやつ。これ超寝やすい。やっぱ日本人はそば柄ですな。硬い枕好きなんだけど、そばの方がいいかね。
硬い枕好きなそばいいと思うよ。俺はそば柄結構好きだね。寝やすい。わかる。
男子余計イケメンですね。何食べよっかな。お腹すいた。オルフレンさんはドクッキング来る？ハードクッキングはめんどくさいかな。買いたい。さとこさんこんばんは。お疲れ様です。さとこちゃんこんばんは。
はぽっちゃんいないのですか。こんばんは。初見です。こんばんは。こんばんは。オルフレンさん、バーガーをプレゼント。バーガーありがとう。何食べよう。そんな金ないの？うん。逆にショートスリーパー羨ましいんだけど俺。なんだろうね、なんなんだろうね、働け働け働けって働けって働くわけないじゃんね。働くわけないじゃん。なんなんだろうな、働くしか思考回路がないのかな、お金を稼ぐイコール。全然わかんねえよな。いや笑うよね。俺は人様から金もらって生活してんのに。出るよな。働く以外の選択肢知らねえのかな。
だって俺もう何年働いてないかな。履歴書なんかもうしばらく書いてないよ。働かないよ。働きたくないんだもん。レッドブル。怖くない。あ、どつ。いや、就職しないから、だからそれも働けに入るから、根本でばっ。いや俺ね、ほんとその感覚が分かんないから結構面白いんだよね。働けっていう言葉って根本的な解決になってねえからな。働きたくないからこういうことやってんだ俺。前提条件が伝わってないよね。思考停止なんだろうな、多分な。働いてた方が楽だよ、そりゃ。だって働いても面白くないんだもん。つまんないじゃん。遊んでた方が面白くないでしょ。
中都市開発とかでリアルシムシティできるくらいの仕事なら楽しそう。あ、まあ好きなことで働いてる人はいいんじゃない。楽しいと思うよ。骨抜き先輩さん働くことが本来は楽しいはずなのに、なぜか楽しくないよね。働くっつうか、俺は金を稼ぐでいいんじゃないかなと思ってるけど、生きていくために金を稼ぐでいいんじゃない。働いてるイコール尊いとは俺は思わないかな。働いてる人が偉いとかあんま思わないかな。やりがいを持ってる人は偉いと思うけど、やりたいことやればいいんだよ。なんかつまんねえ発想のやつが多いな。
コラボとつまつでもやろうかな。働けみたいな頭の人と関わるとつまらない。なんだろう、普通じゃない人に普通を求めてどうすんだろうって思うかな。普通じゃないから面白いのにって思うかな俺は。働かないことが俺の最大のチャームポイントだから。コラボとつまつやる。ちょっとコラボとつに切り替えるわ、暇だから。一旦枠取り直します。